寒そうだね。それじゃあ行こう。今日のパーティーを楽しまなくちゃ。えい、お集まりの皆さん、本日はお日柄もよく。そういうのいいから、イベントの内容について話し合うんでしょ。まずイベントの名前なんだけど、ガールズバンドパーティーはどうかな。へえ、パーティーか。いいな。パーティーには社交の集まりといった意味の他に、一行、集団といった意味もあるわ。そういった意味でもパーティーという言葉は最適かもしれないわね。なるほど、ダブルミーニングってやつか。そうなんです、ダブルミーニング。絶対偶然だろ。とにかくみんな意義がないようだったら、この名前にしたいと思います。どうかな。意義なし。やった、決まり。それで肝心の内容はどうするの？どんなパーティーにするのか考えないと。やっぱり世界中を笑顔にするパーティー、これしかないわね。武士道パーティーはどうですか？例えばステージで藁を切ってみたり。ちょっと、これは音楽ライブパーティーでしょ。私は他のバンドとセッションしてみたりしたい。それは賛成よ。ただセッションするからには、私たちのレベルまで演奏技術を引き上げてもらうわよ。だから楽器の上手い下手っていうのは。私もお姉ちゃんと一緒に演奏したいな。遠慮するわ。あなたはもっとパステルパレットの皆さんとの協調性をしっかり持ちなさい。ミュージカル風に仕立てて、次々にいろいろなバンドが演奏していくのはどうだろうか。それはあなたしか楽しくないと思うわよ。あっちゃー、ちょっと予想してたけど案の定めちゃくちゃだね。ま、こうなりますよね。私はバンドとバンドのつなぎ目にセッションも入れて音楽をつないでいくのがいいと思う。それぞれのバンドの曲を一曲ずつカバーし合うのはどうですか？それもいいけど、私たちやライブハウスのことを知ってもらえるように MC はちゃんと入れた方がいいと思う。音楽は何よりも雄弁よ。 MC は必要ない。私はやらないの。私たちアイドルバンドに MC は必要不可欠なものだと思っているわ。お客さんを盛り上げるために、トークだって大切なバンドとしてのスキルよ。別に私らはアイドルじゃないし。ランちゃん、ちょっと落ち着いて。